こんにちは。今回は、長編み2目の玉編みを、扇形のように、シェル編みの模様編みにしました。長編みと鎖編み、長編み2目の玉編み、細編みで編みます。編み地はこちらが、長編み2目の玉編みが表側になっている方です。そしてこちらは、玉編みが裏側になっている方です。どちらでもお好きな方をお使いください。編み方を編み図で説明します。今回は3個の模様で編み方を説明します。この模様は1つの模様が鎖編み8目が必要です。3個ですから24目に、端に1目だけ必要ですから、25目の作り目で編み始めます。1段目の最初は細編みです。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、細編みを編みます。次は、長編み2目の玉編みを編みます。玉編みを編むのは、細編みを編んだところから、1、2、3、4個目の鎖編みに、長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところに長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところにもう一回長編み2目の玉編みを編みます。これが今回の模様です。ここから4個目のところに細編みを編んで、1つの模様が終わります。この模様を3回繰り返して、最後は細編みで終わります。これが1段目の編み方です。作り目を25目編みました。1段目の最初は細編みですから、鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んだすぐ次の鎖編みの裏山を拾って、ここに細編みを1回編みます。次は長編み2目の玉編みです。針に糸をかけて、細編みを編んだところから、1、2、3、4個目の鎖編みの裏山を拾って、ここに長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目編みます。針に糸をかけて、糸を引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、未完成な長編みを作りました。もう一回同じところに未完成な長編みを作ります。これで2目の未完成な長編みができました。これを一度に引き抜いて、長編み2目の玉編みです。次は鎖編み2目を間に入れて、同じところに長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目編んで、これを一度に引き抜いて、長編み2目の玉編みです。間に鎖編み2目を入れて、同じところにもう一回長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目編み、これを一度に引き抜きます。これが今回の模様です。次は細編みです。細編みを編むのは、模様を編んだところから、1、2、3、4個目の鎖編みに細編みを編みます。これで一つの模様ができました。この模様を繰り返します。次も4個目の鎖編みのところに長編み2目の玉編みを編みます。長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を間に入れて、同じところに長編み2目の玉編みです。これを一度に引き抜きます。鎖編み2目を間に入れて、同じところに
未完成な長編みを2目編み、一度に引き抜いて、長編み2目の玉編みを3個作りました。次は、細編みです。ここから4個目のところです。4個目の鎖編みに細編みを編んで、これで2個の模様ができました。もう一回同じ編み方です。4個目の鎖編みの裏山に未完成な長編みを2目編んで、これを一つにまとめて長編み二目の玉編みにします。鎖編み二目を間に入れて、同じところに玉編みを編みます。鎖編み二目を間に入れて、同じところに玉編みです。次は細編みです。ここから4個目のところに細編みを編んで、これで1段目の模様ができました。次の2段目を編み図で説明します。1段目で模様を3個編んで、最後に細編みをしました。次の2段目は鎖編み3目を編んで、細編みのところに長編みを編みます。鎖編み3目を編んだ同じところに長編みです。鎖編み2目を編んで、次の細編みは1段目の模様の中心の玉編みの頭に細編みを編み、鎖編み2目を編んで、次の長編みは1段目の細編みに長編みを編み、間に鎖編み1目を入れて、同じところにもう一回長編みを編みます。これが2段目の編み方です。鎖編み2目を編んで、1段目の玉編みの中心のところに細編み、鎖編み2目を編んで、1段目の細編みのところに長編み、鎖編み1目、長編みを編みます。これを繰り返して、最後は細編みのところに長編みを2目編みます。最後と最初は間に鎖編み1目は入れません。次は2段目です。2段目は立ち上がりの鎖編み3目を編んで、編み地を裏返します。次は長編みを編みます。長編みを編むのは、鎖編み3目を編んだ細編みのところに長編みを1目編みます。次は鎖編み2目を編んで、1段目の玉編みの模様の中心の玉編みの頭に細編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次は細編みのところに長編みを編みます。1段目の細編みの頭に長編みを1目編み、間に鎖編み1目を入れて、同じところに長編みを編みます。これが2段目の模様です。鎖編み2目を編んで、1段目の玉編みの中心の玉編みの頭に細編みを編み、鎖編み2目を編んで、1段目の細編みのところに長編み1目、鎖編み1目、同じところに長編みを編みます。次は鎖編み2目を編んで、1段目の玉編みの中心の玉編みの頭に細編みを編み、鎖編み2目を編んで、次は長編みです。1段目の細編みの頭です。この細編みの頭2本を拾って、ここに長編み2目を編みます。これが2段目の編み方です。3段目はまた玉編みを編みますので、編み図で説明します。2段目の最後は長編み2目で終わりました。
3段目は玉編みを編みますが、長編みを編んだところから鎖編み3目を編んで、未完成な長編みを1目編み、これを1つにまとめて、長編み2目の玉編みとします。鎖編み2目を編んで、同じところに長編み2目の玉編みを編みます。これは、この模様の半分の形です。次は細編みです。細編みを編むのは2段目の細編みのところに細編みを編みます。次の玉編みの模様は2段目の長編みと鎖編み、長編みを編んだ鎖編み1目のところに長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を入れて同じところに玉編みを編み、鎖編み2目を入れて同じところに玉編みを編んで、玉編みを3個編んだら、次は細編みのところに細編みです。これをもう一回編んで、細編みを編みます。そして最後は、ここと同じように、半分の形を編みます。細編みを編んだところから、次は、鎖編み2目の次にある、長編みと鎖編み3目の、間のところに長編み2目の玉編み、鎖編み2目、長編み2目の玉編みを編みます。これが3段目の編み方です。次は3段目です。3段目も立ち上がりの鎖編み3目で立ち上がりますが、この3目を編んだところで編み地を裏返します。そして次は未完成な長編みを編みます。2段目で長編み2目を編み入れたところに編んでいきます。鎖編み3目を編んで、鎖編み3目を編んだ根元のところに未完成な長編みを1目編み、これを一度に引き抜いて、鎖編み3目と未完成な長編み1目で、これで玉編みにします。次は鎖編み2目を編んで、次は長編みと長編みの間のところです。この長編みと長編みの間のところに長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目編んで、これを一度に引き抜いて、この模様の半分の形を作りました。次は細編みです。長編み2目の玉編みを編んだところから前段の細編みの頭に細編みを編みます。次は前段で長編みと鎖編み1目、長編みを編んだところです。ここの鎖編み1目のところにこの玉編みの模様を編みます。針に糸をかけて鎖編み一目のところに針を入れて、未完成な長編みを二目編み。これを一度に引き抜いて玉編みにします。鎖編み二目を編んで、同じところに玉編みを編みます。鎖編み二目を編んで、もう一回同じところに玉編みです。玉編み3目を鎖編み1目のところに編みました。次の細編みは前段の細編みのところに細編みを編みます。これが3段目の模様です。この模様を次の長編みの間の鎖編み一目のところに編みます。鎖編み一目のところに玉編みを編み、鎖編み二目を入れて同じところに玉編みを編んで、鎖編み二目を入れて同じところにもう一回玉編みを編みます。次は細編みのところに細編みです。
これで3段目の模様2つと半分ができました。最後は半分の形を編みます。細編みを編んだところから、次は長編みと鎖編み3目の間のところに玉編みを編みます。長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところに長編み2目の玉編みを編みます。これで3段目ができました。4段目はまた2段目と同じような形を編みますので、編み図で説明します。次は4段目です。3段目で半分の形を編んだところから、鎖編み1目を編んで細編みを編みます。細編みを編んだところから、鎖編み2目を編んで、前段の細編みに長編み、鎖編み、長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、前段の模様の玉編みの頭に細編み。これを繰り返します。そして最後は、半分の形の模様の玉編みの頭に細編みです。これが4段目の編み方です。そして5段目は1段目と同じ編み方ですが、前段の鎖編み1目のところにこの模様を編んで、あとは1段目、2段目、3段目、4段目の繰り返しになります。次は4段目です。4段目は2段目と似たような編み方です。最初は細編みですから、鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、鎖編みを編んだ根元のところに細編みを編みます。次は鎖編み2目を編んで、前段の細編みのところに長編み1目、鎖編み1目、同じところに長編み1目を編みます。鎖編み2目を編んで、前段の玉編み3目の中心の玉編みのところに細編みです。この編み方を繰り返します。鎖編み2目を編んで、細編みのところに長編み1目、鎖編み1目、長編み1目を編み、鎖編み2目を編んで、玉編み模様の中心の玉編みに細編みを編みます。次も鎖編み2目を編んで、前段の細編みのところに長編み、鎖編み1目、同じところに長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次は前段の玉編みの頭に細編みを編みます。鎖編み2目を編んだその次が玉編みの頭ですから、ここに細編みを編んで、これで4段目が終わります。5段目は1段目と同じ編み方ですが、編み入れるのは前段の鎖編み1目のところに模様を編んでいきます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。すぐ根元に細編みを編んで、次は玉編み3目の模様を前段の長編みと長編みの間の鎖編み1目のところに編みます。長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところに長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところに玉編みです。これが5段目です。次は細編みのところに細編みです。これを繰り返します。鎖編み1目のところに玉編み1目、鎖編み2目、
玉編み1目、鎖編み2目、次も3個目の玉編みを編んで、次は細編みです。次も鎖編み1目のところに玉編み1目、鎖編み2目、同じところに玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところに玉編みです。最後は最初の細編みのところに細編みを編んで、これで5段目までができました。6段目以降は2段目からの模様を繰り返して編みます。長編み2目の玉編みを扇形のようにして、白編みのような模様編みにしました。とても可愛らしい模様になります。最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。